崎チャンネル。ワールドベースボールクラシックチャンピオンシップ日本対アメリカ世界一です。ナイスな展開でございました。無事にね世界一になりましたけどもね、試合後ねいろいろあってただいまホテルに帰ってきました。なんと2時でございますね。そんなことも関係なく世界一ねずっと言い続けてきました。日本はね世界一になると、世界の野球には負けないと強いっていうところをね証明してくれた侍ジャパン、ナイスですね。いやーよかったね。今はどうですか、日本の皆さんも号外も出たりなんかしてね、歓喜にね湧いてるんじゃないでしょうか。ということでね、Amazon プライムビデオでね佐々木、解説しましたけどもね、これで、壮行試合から始まってね、今日世界一になってね一旦ね終了でございます。ということでね、まあ優勝を振り返っていきましょうね。まあ先発今永ね日本というところでね、試合前もね、今永そしてね、中村雄平ね取材、あとはアメリカ打線のね、バッティング練習をね、一緒に見ながら、話しましたけども、まあ、試合前からね、打たれるのは仕方ないと。でも、ランナーを貯めて、打たれるだけは避けたいっていう話して、いや、そうだねと。ね。やっぱこの大会、WBC 全試合、ほぼ見てきて、どこのチームも、やっぱフォアボールからの失点っていうところが、まあ、大きな、敗因の原因になっていると。日本戦だって相手のフォアボールから得点をして1イニングビッグイニングっていうところも作ってると。だからまあもうこれソロは仕方ないねと、ホームランは仕方ない、でもソロに収めたらそしたら1点で済むしね、ランナー貯めてドカンっていかれるのが一番怖いから、もうね臆することなく攻めていくことだねっていう話で、中村雄平もそうですよね、もう臆することなくどんどん攻めていって逃げないようにしていかないといけないんでね、で今永も、そういう風に言っててね、でも全力でいってね、でバッテリーがおかしかったらねどんどん変わっていけば、全員エースなんだからね、もうガンガン最初から飛ばしていけばいいんじゃないのっていうところでね始まってね、やっぱり準決勝ね非常に緊張したと。だから決勝はあ、まあ、落ち着いてね中村もね、入っていけるっていうね話を、してましたけども、今永ね初回、立ち上がりワンアウトからねトラウト、エライトねこう詰まらしたんだけどね、ツーベース、このヘッドスライディングね、トラウトのこれもトラウトがね世界一になりたいっていうね気迫が出たけども、その後ねゴールドシュミットね三振で、アルダのねファーストゴロを打ち取って無失点で、日本もね相手、先発投手ね、ケリーっていうところで、初回ねヌートバー今度打ち取られて大谷フォアボール、やっぱりね大谷のデータっていうのもあるだろうけど、大谷の怖さっていうところもねアメリカ投手にはねあるんだなっていう、フォアボールで、ここで吉田がね見逃し三振ね、まあ初回はね両チーム立ち上がりねランナー出すけど無失点でいくけども、このね2回の表ワンアウトからねターナーね、今大会5本目のレフトスタンドへね先制のねホームランっていうところで、まあでもねこれも解説の時も言ったんだけどね、もう想定通りよ、想定ない、ランナー溜めてるじゃなくてソロはね仕方ない、アメリカ打線を完封なんてねそれはちょっとね虫歯が良すぎるっていうかね、もうイメージできない。でこれ試合後ね中村とも話したんだけど、もうこれはもうね想定内でしたと、バタバタするとこなくもう1点このソロはね仕方ないっていうね、まあ同じ意見だったっていうところでね、しかもその裏よ、大きかったのが村上が先頭で初球ホームラン、これはでかかったね、すぐ追いついたっていうところでね一気にアメリカに流れを渡さないっていうね、でその後ね岡本が低めのスライダー見事にねライト前ヒット打って山田アウトになるけどもね、源田アウトコースね、こう本当に小指折れてんのかっていうぐらいねアウトコースの高めをレフト前ヒットでね、このワンアウト1、2塁からね中村雄平のこれ粘ってフォアボール、これがめちゃくちゃでかかった。結局さっきも言ったようにフォアボールから失点になっていくのよ、どこのチームも。このフォアボールめちゃくちゃ良かった。で、ワンアウト満塁からピッチャーがね、ループに変わって、ヌートバーね、めちゃくちゃどん詰まりで詰まされて、ファーストゴロ打つんだけども、ね、それのおかげで結局ね、1点入るっていうね、もう形は何でもいいのよ。このね、逆転できたのもね、めちゃくちゃ大きかったね。で、それとね、今日のね、日本のね、勝因の中でね、一つのキーポイント。やっぱりね、このね、ピッチャーを我慢して投げさせない。もう一巡ポン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 変えていくっていうところで、もうね一巡したら変えていく、最低でも。で3回からねこの戸郷、これが戸郷ね、トラウトも三振取ってね、ゴールドシュミット、フォークでレフトフライ、これアレナド、シュワバー連続フォアボールでね、いやちょっと危ないなと思ったけど、ターナーをねワンボールツーストライクから三振に打ち取ってね、これが大きかったね、こう危なかったけどね、これを打ち取ったのが大きかった。でしかも4回もねリアルムート、マリンズ、アンダーソンね三者凡退に切り取って、4回裏ね岡本が左中間ホームラン、
もうさすがにね、あれはジャンプしてもね、取れないから、ね、スタンドインっていうね、解説でも言ったけどね、アメリカにアロサレーナはいなかったっていうね、いうところでね、この1点で次どっちが取るかっていうところで、早めにしかも岡本のホームランでね、取れたっていうのはね、大きかったね。でもここでね、もうだ一巡回るっていうところでね、ピッチャー戸郷から高橋宏斗に変わって、でベッツのね、叩きつける内野安打、これね、チャレンジでセーフになって、いや、ちょっと嫌な流れだなと思ったけど、トラウト三振、ゴールドシュミット三振、あれだろうはね、レフトへヒット打たれるけども、シュアーバーね、センターフライで打ち取ってね、後続を断ち切る。もうで6回もね、すぐ変わって伊藤博美。もう伊藤博美もね、ずっと状態良かった。ここね、ターナー、リアルミュート、マリンズをね、3者連続三振。で、もう7回からは大勢ね、マクニール先頭フォアボール、ちょっとピクついたね。ちょっと曲がり幅がでかかったのかな。で、その後、ベッツにレフト前ヒット打たれて、ノーアウト1塁で、ワオーって思ったけども、トラウトをね、ライトライナーで打ち取って、ゴールドシュミットをね、6-4-3ダブルプレー。このゴールドシュミットのね、このもう、これもうボール球バンバン振ってね、ツーストライク追い込んで、もう最後当てに来たからね、逆に良かったよね。当てに来たことによって内野ゴロダブルプレーね。8回、ね、ダルビッシュなって、ワンアウトからシュアーバーにね、ホームラン打たれるけども、これもね、同点に追いつかれてないからいいのよ。ね、俺が2006年ね、最後決勝キューバー勝った試合も、追いつかれないのよ。勝ってて。8回にね、ギリギリまで来たけど1点差勝ってる。これはね、そこが大事。追いつかれることが一番ダメだから、点取られることよりも追いつかれなければセーフっていうね。でその後ターナーセンター前を打つけども、リアルミュートショートフライ、マリンズね、センターフライで。で、9回、なんと大谷翔平ね、自らね、監督にね、電話して、エンゼルスのね、1イニング投げさせてくれと、ね、決勝でもちょっとね、GM とかに言って、じゃあ開幕に試合出ないんだったら1イニングだったらいいよっていうところでね、9回表。しかもこれもね、これもうね、俺もう勝つなと思ったのが、7回にね、大谷翔平がまあ内野安打打つんだけども、7回に打席回ってくるわけよ。そしたら8回ブルペンで作れるじゃんね。8回回ってきてたらどうなったか分かんなかったところで、このね、打順の絡みも最高だったね。で、9回、マクニール、これフォアボール、おっと、大丈夫かと思ったけども、ベッツね、ダブルプレー4-6-3。そしてトラウト空振り三振ね、解説でも言ったけども、2006年の大塚さん、で2009年のダルビッシュ、そして2023年の大谷、全員最後はスライダーで三振を取って世界一っていうね、コンプリート、ね、スリータイムチャンピオン、ね、ジャパン、完璧な試合展開で、5-6-7とね、7回とかね、フォアボール3個出して最後ヌートバーアウトになったりとか、まあなかなかね、1点も取り切れなかったけども、なんて言ってもね、今日の本当に良かったのは、まあ今のはね、ホームラン打たれたけども、一瞬ってすぐね、ピッチャーも変えて、戸郷のね、2イニングね、まあちょっとピンチもあったけども、0点で抑えたのはね、めちゃくちゃ良かった。でね、高橋宏斗、伊藤、大勢ね、1イニングずつ、ダルビッシュホームラン打たれるけども、最後大谷翔平が抑えてね、完璧。まあお互いね、アメリカもそうだけども、大きなミスもなく、ね、本当にがっぷり打つで戦ってね、ホームランね、計4本出たけども、ね、やっぱ中村雄平のフォアボール、あれが多分キーポイントだったね。この試合のね。あそこで粘ってフォアボール選んだからこそのヌートバーの内野ゴールの間に1点っていうね。この1点が決め手になったからね。そう考えるとね、中村雄平のフォアボールは良かったなっていうね。で、結果3対2ね。ヒットはね、5本しか打ってないけどもね、全員がしっかりね、見極めてね、フォアボールは8個選ぶっていうね。もう十分なのよ。逆に日本はね、4つ、半分以下に抑えてるっていうところでもね、その強力アメリカ打線に向けてはね、攻めていった結果だと思うね。まあ、ということでね、まあ、2週間強ぐらいのね、この WBC2023 戦ってきましたけどね、日本が見事にね、3度目の世界一、ね、2009年以来、14年ぶりの、世界一、本当におめでとう。ね、解説でも言ったけど、やっぱりね、このチームのね、今回の MVP っていうのはね、やっぱり栗山監督じゃないのかなとね、いろいろね、選手をサポートしたり、最初ね、リクルートもそうだけども、いろんな選手を集めたりね、気苦労、見えないところで気苦労あったりね、戦略、誰を使うかっていうところもそうだしね、このね、栗山さん本人は多分ね、選手が頑張ったっていうかもわかんないけども、やっぱりね、この栗山監督がね、いろんなところで裏でカバーしながらね、腹を決めてね、これ戦った、多分一番プレッシャーあったと思う、栗山監督がね、その中でこういうふうにね、日本の野球をね、世界の中で頂点に立てたっていうところではね、いろんな面も含めて頑張ったのはね、やっぱり選手が一番頑張ったかもわかんないけども、まあね、この栗山監督がね、思い描いた通りにね、ことを運べてね、裏で多分ね、もうどんどん顔がね、疲れていってて、しわくちゃになっていったから、本当にね、寝れなかったり疲れてるんだろうなっていう表情もあったけどね、その中でね、
チームを支えてチームを信じてね、鼓舞して見えないところでもいろんなことあったと思うけどサポートしてねここまで持ってきたっていうところはね、まあ、栗山監督だからできたこともあるんでねここは栗山監督にねやっぱりおめでとうございますとね素晴らしかったですとね一番 MVP っていうところはね、まあ、本当に栗山監督にね佐々木をあげたいなっていうね、ところがありますね。その中でもねメディアもそうだしねこのスタッフの皆さんもそうだしね MLB から派遣されたトレーナーもいるし54人かなしかグラウンドに入れないからねその中で、コーチがバッティングピッチャーしたりトレーナーがバッティングピッチャーしたりいろんなところでね周りのサポートをね少ない人数の中ねできたっていうところも、大きかったんじゃないでしょうかということでね、最後にねこの素晴らしい侍ジャパン全員のねこの功績をですね、佐々木から解説していきたいと思います。まずはね、背番号順になるかもしれないけどもね、ジャイアンツ、戸郷ね、まあ今日も本当にね、素晴らしいチームでした。まあストレート、フォークね、非常に威力もあったし、しかも今日ね、一回ね、新しくダルビッシュを覚えたね、シュートね、投げたらしいけど、それも生きてね、外の幅、うまく使えたんじゃないのかなと。ね、中国戦でもホールド、このアメリカ戦でもホールドっていうところでね、失点はね、中国戦の1、あるけどもね、非常に力強い、素晴らしいピッチング、走行試合含めてボールのね、馴染むの、なかなか時間かかったかもわからないけども、あのストレートの威力と、今日もね、三振取ったあのフォークの落ちっていうのはね、さすが奪三振ね、タイトル取るだけはあるなっていうところのね、素晴らしいピッチングで、本人としてはね、不慣れだね、第2先発リリーフっていうところあったけどもね、本当に今日の決勝戦もね、流れを止めるね、素晴らしいピッチングで優勝を導いたと思います。そして続いてね、松井裕樹投手ね、リリーフとしては左ピッチャーがね、少ない中で、今大会はね、韓国戦1イニングでのね、登板になりましたけども、今日のアメリカっていうところで考えると、データではやっぱ左ピッチャーに対して相性がいい選手がいるっていうところでね、なかなか出番なかった。やっぱりそういうところがね、メキシコメジャーリーガーも含めて、ちょっと左ピッチャーにね、相性がいい選手が結構多かったみたいで、そこでね、出番がね、なかなか順番回ってこなかったっていうところもあるけどもね、しっかりベンチもサポートできてね、非常にね、一つの左腕のリリーフとしてね、非常に頑張ったと。思います。で続いてね、佐々木朗希投手チェコ戦先発してね3回3分の2ね失点は1したけども自責点0でね、準決勝のメキシコ戦先発でね、スリーランホームラン3点打たれたけどもね、まあ本人本当にねプレッシャーもあったし緊張もあったと思う。練習中試合前メキシコ戦の試合前もね非常に表情硬かったし今日ね決勝戦前にね話しててもねめちゃくちゃ緊張したってねいう風に言っててね、まあそれをね源田の声掛けのサポートだったりベンチでダルビッシュがサポートしたりね非常にねいい経験になったと思う。これをね、糧にねまた大きく成長してもらいたいし、このチェコ戦のピッチングっていうのもね素晴らしいものがあったし、メキシコ戦でもねホームランは打たれたけどもね非常にアメリカね、のファンの皆さんにもかなりのね高いインパクトを与えたと思う。この素晴らしいピッチングをね、続けていくことがねまた大きな飛躍になるんでね、佐々木朗希投手プレッシャーのかかる中ね、先発あったけどもゲームを壊すことなくねホームラン打たれた後もしっかり抑え切ってね3点に抑えたっていうのはねその後どうするかが大事だっただけにね非常に良かったと思うし、その前にねホームラン打たれた後に源田が声かけしたそういうサポートのね、チームの輪っていうところがね非常に良かったんじゃないのかなと思います。続いて大勢投手ね、栗林投手が離脱したっていう形で、まあ、その前から守護神だったかも分かんないけどね守護神の立場としてね、投げて3月12日オーストラリア戦もね、1イニング無失点でイタリア戦も1イニング無失点でメキシコ戦はね1イニング無失点で勝利投手でアメリカ戦もね今日投げて1イニングホールドっていうところで、4試合登板で自責点失点ともに0でフォアボール1個、デッドボール1個与えるけども安定的なねピッチングで WBC 球がねうまかったのかね非常にね曲がってて本当にね、頼もしい栗林がいなくなったところでねちょっと重責が重くなったかもわかんないけどもね非常にいい形で、まあね、昨年入ってきてねこの1年でね侍ジャパンで、ね、上り詰めてねこの大事な場面でのピッチングは本当に素晴らしかったと思います。続いて、伊藤大海投手全体的には中国戦ね1イニングそしてイタリア戦ホールドで今日のアメリカ戦でもホールド自責点0っていうところでねでフォアボールも0、ね、ヒットも0と1本もランナー出すことなく完璧なピッチングは本当に素晴らしかったと思います。走行試合ね含めて1本もヒット打たれてないね。ソフトバンク中日中国イタリアアメリカと全部でね5試合投げてるけども5試合とも被安打0フォアボール0失点0
ビスタパークとでございます。本当にね、走行試合からね、バランスもよく、ボールのね、扱い方っていうのも素晴らしかったし、安定してたし、まあこの大会ではね、イニング途中だったら、伊藤、ひろみ、宇田川って言われてたらしくて、そういうね、で、昨日はね、タイブレイクに向けて準備してたみたいなんでね、そういうね、いろんな持ち場をね、責任感あるね、大事なところを任されてね、しかもそれを完璧に抑え切ったピッチングっていうのは、世界一に、なるためには必要な戦力だったと思います。ナイスピッチング。続いて、山本由伸投手、日本のエースと言っても過言じゃないね、渡辺と、山本投手ね、オーストラリア戦先発して、4回無失点でね、勝ち投手、でメキシコ戦、リリーフでね、3分の1投げて、2失点、したけどもね、非常に、まあ、このね、メキシコ戦ね、難しい状況の中でね、リリーフで登板してね、なんとか勝ち切らなきゃいけないっていうところでね、まあ、本人としてね、納得できないとことかね、申し訳ないっていう気持ちはあるかもわかんないけども、そういう難しいところでも安心して、信頼して、任せられるっていうところにチームのね、安心感があるからね、そういったところではね、オーストラリア戦もね、負けたら2位っていうところでね、しっかり勝ち切ってね、持ってこれた。ね、走行試合から WBC 級を全てのね、球種、全てのクオリティを高くね、扱えれたっていうところではね、本当にロングリリーフも含めてね、なくてはならない存在で、持ち前のね、力を発揮できたと思います。そして今永投手ね、韓国戦ホールド、イタリア戦1イニング抑えてね、で、アメリカ戦勝ち投手ということでね、2イニング、ホームランはね、ただ1本打たれたけども、本当にね、ストレートもうなってたし、変化球もね、素晴らしかった。もうやっぱり左ピッチャーのね、先発としてはね、非常に価値のある決勝戦のね、スターターだったと思いますし、ね、リリーフね、第2先発としてもね、韓国ね、一番負けちゃいけない試合ね、ダルビッシュがね、ホームラン打たれたけども、その後ね、ゲームを締めたっていうところがね、非常に大事でね、そこから逆転劇をね、生んで、その後ね、ゲームを締めて、そのままね、勝ちにつなげたっていうところではね、この今永のね、ストレート、ね、非常にね、アメリカ打線にも通用したし、メジャーリーガーにも通用したしね、いい形のピッチングできたと思うんでね、まあ、これからね、どうなるかわかんないけども、メジャー挑戦っていうのもね、視野に入ってくるし、可能性としてもあるんじゃないでしょうかね。あなたのね、頑張りが献身的なね、そしてリリーフ、先発としてのね、役割が変わるところでもね、しっかり結果を出したピッチングが、そしてストレートが、本当に素晴らしかったです。決勝戦、勝ち投手、おめでとう。で、次ではね、ユアス投手、オーストラリア、メキシコ戦とね、2試合に投げて、失点自責点をね、自らには0っていうところでね、非常にね、イニング途中だったりね、頭からだったり、まあ、リリーフとしてね、この方程式の中の一番ね、難しく大事な場面をね、任せられた、ポジションだったと思います。持ち前のね、投げ下ろすストレートの角度、そしてフォークボールっていうことをね、投げ込んで、リリーフとしてね、非常に重要な、役割を果たせれたと思います。ナイスピッチング。ね、で続いて、宇田川投手、今大会韓国戦、チェコ戦の、ね、2試合登板というところでホールド1、ね、被安打0、フォアボールも0、自責失点0という形でね、非常に安定的なね、まあ、1年間でね、1年前は育成、1年後はね、侍ジャパンという形でね、非常に成長著しく素晴らしいピッチングでね、チームを支えて、伊藤博美投手と一緒にね、イニング途中で交代だったら宇田川伊藤って言われただけでね、この難しい状況の中ね、完璧に、ベンチの、そしてファンのね、期待に応えて素晴らしいピッチングだったと思います。はい。続いて、高橋宏投手。高橋宏投手もね、中日の時は先発だけども、このね、リリーフっていうところで難しい状況だったと思うけども、まあ、韓国戦、オーストラリア戦、アメリカ戦投げて1ホールド。オーストラリア戦にね、1失点っていうのはあるけどもね、持ち前のね、ストレート、フォークっていうところをね、非常に投げ切ってね、今日のアメリカ打線に対しても2安打打たれるけども、2三振っていうところでね、最後勝負強くね、抑え切ったっていうところは、さすがのね、ピッチングだったと思います。次回大会ね、3年後2026年になりますけども、エース格でね、来るんじゃないでしょうか。今回の経験を生かしてね、さらに成長するね、高橋投手のピッチング期待したいと思います。そして続いてね、宮城投手、今大会は、チェコ戦のね、1試合になりましたけども、セーブを挙げて、ね、5イニング、まあ、佐々木朗希、宮城の2人で終わったってね、この2人で終わらせたのも大きかったね。やっぱりリリーフもね、休ませていかなくちゃいけないって言って、無理させられないっていうところでね、チェコ戦5イニングね、2安打、四死球0だからね、で1失点っていうところでうまくね、まとめて、佐々木朗希はね、どっちかっていうと
ストレートフォークっていうね力強さ、でもこれねジョイントとして変化でね宮城投手の変化球ね緩急っていうところがね非常にアクセントもついてチェコ打線もね困惑したんじゃないでしょうかね、このね、チェコ戦の5イニングセーブっていうところはね非常に投手陣のね負荷を減らすためにはね必要不可欠な投球だったと思うんでね、その役割をね十分果たしたナイスピッチングはね期待通りの働きだったと思います。それ続いてね、高橋奎二投手、オーストラリア戦ね2イニング1安打四死球0で無失点という形でね左の左腕としては、剛腕タイプでね非常に三振もね、2つ取ってチームのね勝利に貢献できたと思いますね、高橋奎二投手ね、最後はね奥さんと一緒にマウンド付近でね一緒に写真撮っていただきましたけども、まあ本人も言ってたんですけどね先ほど言った通りやっぱメキシコアメリカっていうのはね左ピッチャーに相性いい投手がバッターがいっぱいいてちょっと分が悪いと、だから右投手中心に編成していくっていうところで本人はねやっぱり投げたかったっていうねずっと投げたいって言っててね投げたかった思いはあるけどもね、これはねチームとしてねそうデータを活用した中でね、まあ、仕方なかったなと。でも25歳、今年26歳だからね次は29歳だから次もね2連覇向けてくるからねしっかりね、頑張って、今回もねオーストラリア戦ナイスピッチングだったけどもねさらにね大事なところをね任せられるエースになっていくためにね次の大会に向けてね頑張ってもらいたいし、今回もねあの右左っていうところのね相手の相性の中で出番がなかった状態じゃなくて相性のデータの中で出番がなかった、まあ宮城もそうだしね松井もそうだけども、そういったところではねそのねデータがある中でもどこが出てくるか分かんないからね、それ準備を怠らずしてきた中でそのデータによって投げなかったっていうところはねチームにとってね必要不可欠な存在だったんで、今回もね素晴らしい活躍だったと思います。で続いてね、キャッチャー甲斐拓也選手ね、今大会中国、チェコ、イタリア、メキシコとね、4試合登板して、まあ非常にね、バラエティ豊かなね投手陣をリードしていくっていう中でね非常に難しいところもあったと思いますけどもね、まあ、ヒットもね中国戦の1本このねタイムリー1本になってしまいましたけどね、あのワンバンもしっかり止めてね投手をねリードしていったっていうところではね、この大城、中村3人っていうところではね非常にねこの練習もね全員が同じパートナーになってねブロッキングだったりとかスローイングの練習だったりとかね全員で協力して同じようにね手伝いながら少ないねスタッフの中で、練習してた姿はねしっかり見てて、ね、いい形のね、練習を協力してできたと思うし、スコアとかデータっていうのもね共有してできた中でねしっかり日本のホームをね守り切ったっていうところはねさすが甲斐っていうね、オリンピック、プレミア12、そしてこの WBC っていうね主要3世界大会ね全て優勝してるね甲斐、優勝受け子に決定です。お疲れ様、ナイスプレー。続いて、大城選手ね、まあ、大城選手ね非常に難しい、ポジションだったと思います。出場はね韓国、オーストラリア、メキシコっていうところでね打席数は2打席しか立てませんでしたけどもね、あのメキシコ戦ねもうキャッチャー全員使って最後行かなきゃいけないっていうね一番難しく一番プレッシャーかかるっていうところをね出場回数もあんまりない中で調整しなきゃいけないね、そういったところもしっかり調整してね準備を怠らずね出た時の一番大事なところもねしっかり締めてサヨナラに向けて、踏ん張ったっていうところはね非常に大事なピースだったと思いますね。その難しさっていうところはね出場した、キャッチャーとしてはね身にね染みるぐらいね分かることある中でね、あのメキシコ戦最後ね頑張れたっていうのはね非常に良かったと思うしね、この世界一に向けても大事なねあのプレーだったと思います。ナイスプレー。で続いて、キャッチャーね中村雄平選手ね、準決勝決勝ね、中村がマスクをかぶったっていうところでね韓国、オーストラリア、イタリア、メキシコ、アメリカとね5試合マスクをかぶって、ヒットはねオーストラリア戦の3本だったけどもね非常にねあのフォアボールを選ぶっていうねところでは非常にね素晴らしいね打席ね、ヒット打つだけがね打席じゃないからね、フォアボールもねしっかり韓国の時も2個選んで、このねアメリカ戦決勝でも2個選んでね次につなげていくっていうね打席での姿勢はね本当に素晴らしかったと思います。まあ守備でもねあのワンパンもしっかり止めてねあのピッチャーにしっかり投げさせたりとか、いろんなね配球を使いながらねインコースも今日も使ったりね、あの非常にね落ち着いて素晴らしかったと思います。胴上げちょっと大谷がねファースト側の方行っちゃったからね、いい絵の感じがなかったのが残念だったけどもね、先ベンチから行っちゃったんで、でも胴上げキャッチャーです。さすが、いろいろプレッシャーもあったと思うし緊張感もありましたけどね、冷静に頑張れて世界一になれたのは素晴らしい、おめでとう。そして続いてヌートバー選手ね、まあヌートバーね打率2割6分9厘とね最後はちょっとね落としたけどもね1番に座って全試合出場、
ヌートバーのおかげでね、このね、日本の野球が、そして女性ファンがね、盛り上がったって言っても過言じゃない。しかもね、アメリカラウンド来て、ヒットね、出なかったけども、そこでね、フォアボールをね、しっかり選ぶっていうところの出塁ができることによって、近藤、大谷、吉田っていうところに回したね、持ち前の選球眼っていうのはね、本当に素晴らしかったし、守備でのね、アグレッシブなプレーっていうのもね、素晴らしかった。ヌートバーがね、この今回の侍ジャパンに入ってくれて本当に良かったと思います。あなたのね、頑張りキャラクターね、っていうところがね、この世界一をもたらしたと思いますね。ペッパーミルね、皆さん覚えたと思いますけども、本当にね、素晴らしい一番バッターね、だったと思います。さあ続いてね、近藤選手ね、打率3割4分6厘ね、メキシコ戦でもね、いいところで2本打ってね、まあ今日もね、このフォアボールを選んで出塁っていうところでね、次につなげるっていうところができましたしね、まあ鈴木誠也がね、怪我してそのね、カバーっていうのをね、もう十分にね、できたと思う。本当近藤がいなかったらここまでね来れてないと思う。この2番近藤の役割っていうのは非常に大きなウェイトを占めた。特に第1ラウンド、そしてイタリア戦準々決勝もね、フォアボールでね出塁して後につなげるっていうところではね、非常に大きな役割。本当東京ラウンドでの MVP は間違いなく近藤って言ってもね過言じゃないぐらい、近藤のねいることによっての下位から上位へのねつながりでの得点、1、2番からクリーンナップへ向けてのこの出塁っていうところは、この2番近藤をなくしてね、この侍ジャパン打線のね最強メンバーをね整えることはできなかった最大のピースということでね、まあこのね近藤選手の頑張りっていうのはね、この世界一に向けて非常に大きかったと思います。そして大谷翔平選手、二刀流ということでね、ピッチャーもね投げて 1.86 防御率素晴らしかったし、 MVP そして投手、DH のベストナインというところでね、完璧だったんじゃないでしょうか。中国イタリア戦ね投げてしっかりね、抑えて、最後アメリカ戦もね、トラウトを三振取って胴上げ投手っていうね、打線でもね全試合安打っていうね、ところでは非常にね、大谷をねもう細かく説明するのはねもう不要ね。大谷による大谷のための WBC2023 です。さすがです、大谷翔平さすがです。続いてね、吉田ね、打率4割9厘ベストライン獲得っていうところでね、さすがですね。決勝戦はねヒットなかったですけども、あのメキシコ戦のスリーラン、あれがなかったらひょっとしたらメキシコに負けてたかもしれないっていうね、あの低めのチェンジアップをね打った瞬間、レフトポール際のホームラン、打点13は大会史上ナンバーワン。本当にね今年からボストンでのね大活躍が期待できるんじゃないでしょうかね。しかもね吉田ね、あのメキシコ戦のねランナーね、セカンドランナーをアウトにしたあのプレーもめっちゃでかかった。あそこで1点を防いでなかったらひょっとしか負けてたかもわかんないからね、そういう守備の面でのね貢献、打つ方が目立つけどね、守備の面での貢献もね非常に素晴らしかった。ナイスプレーね。続いて、村上打率2割3分1厘と、東京ラウンドでは苦しいんだけども、結局ねチェコからね、チェコ、オーストラリア、イタリア、メキシコ、アメリカって毎回安打だからね。だからあの中国、韓国だけを打ってないのは何気にね。しかも得点は6得点で、打点は5打点っていうところでね、ちょっと三振がね多かったかなっていうところあるけどもね、でも結局見てね、俺はずっと言ってる、 WBC 短期決戦はどれだけ打つかよりもいつ打つかね、皆さんこれは覚えとこうね。もちろんずっと打てるに越したことない、吉田みたいに安定してね、でも調子の波がある時にね、どれだけ打つかよりいつ打つかが一番試されるわけ。いつも言ってたけど、全員調子がいい、全員調子が悪いが一番ダメだから、調子のいい悪いの波で絶対ね、後になったら村上がね助けてくれる時があるっていろんなメディアで言ってきたけども、結局メキシコ戦のサヨナラタイムリー、そして決勝今日もねホームランね、この2回の裏のこのホームラン、これマジでかかった。あのホームランなかったら負けてたかもしれないっていうぐらいね、打った瞬間ライトスタンドに突き刺るホームランでね、結局ね決勝ね、ちょっとヌートバーがねあんまり出塁できず、ちょっとね 1,2 番がね、今日の展開によるとね、両方がねノーヒットっていうところでね若干機能しなくなったところでね、今日の試合ね村上岡本の下位打線がドーンっていくわけよ。これが良かったね、この調子の波をね誰がカバーするかっていうね、その時々でねいい選手とねちょっと悪い選手の入れ替わりでねなっていくのがね強さの秘訣なんだよ、侍ジャパンね。ということでこの村上のねどれだけ打つかよりいつ打つかを体現して、それがものの見事にね世界一に貢献したバッティング、素晴らしい、ナイスバッティング。
続いて岡本和真ね、打率3割3分3厘、ひょっとしたらベストになるかもと思ったけどね、なかったね。6安打7打点ね、ホームラン2本ね、1本損したね。でも今日のあのホームランは良かったよ。その前のね、村上の後のね、ヒットで繋いだのもね、点に繋がったしね、大事な時に打つ岡本完璧で、しかもファーストの守備も良かったね。送球のね、あのハンドリングっていうところもね、攻守にわたってね、この侍ジャパンを支えてね、非常に素晴らしいバッティングでね、勝ち得たあなたのねホームラン、そしてあなたのヒットが決勝ね、なくてはならない世界一のピースでした。続いて、山田哲人選手ね、山田哲人もね、まあ決勝ねヒットは打てなかったけども、フォアボールで出塁して2盗塁ね、このメジャーのねキャッチャーからの2盗塁っていうところは非常に素晴らしかったし、壮行試合ね、あのちょっとなかなか調子上がらないんでね、みんな心配したけどもね、岩瀬さん含めてね、みんなが本番だったら絶対打つって言った瞬間、本当にね本番だったら打ち続けてね、いい形でそう足も使いながらね、このね活躍、さすが国際大会のね山田哲人、完璧な仕事で世界一ありがとう。で続いて源田壮亮ね、あなたのプレーは日本のね、いろんな人に勇気を与えたと思います。骨折してね、本当に痛かったと思う。その中でね、今日もあのレフト前のヒット、守備でもそうだしね、源田の1ミリね、タッチをね、最後まで離さないっていうね、源田の1ミリ、難しいところでのね、送りバント、守備っていうところもダブルプレーもね、完成させて、このね、骨折してるっていうのをね、あの本当に、本当かって思うぐらいのね、このプレーっていうのは非常にねチームジャパンを支えたと思います。そして何よりもね、俺が本当に一番感動的だったし、これがね本当大事なプレーだったと思うのはね、打った打たない、抑えたね打たれる、そういったところはね大事なところもいっぱいある。でもね、あの佐々木朗希がスリーラン打たれたすぐ後にね、駆け寄って一言二言ね声かけて、その後佐々木朗希がしっかり抑えれたあの声がけ、多分西武でもやってるんだと思うけども、そういったところのね気配りね、思いやり、こういったところのね献身的なね姿勢、素晴らしかったです。ピッチャーね、山崎総一郎選手、栗林選手のね離脱によって途中からね参加になって、まあ試合はね1試合も投げてないですけども、キャンプから走行試合も含めてね、 WBC 球をしっかり使って準備してた姿っていうのはね、本当に尊敬に値すると思います。結果としてね投げなかったけどもね、シーズンにね支障が出るかもしれない中でね、しっかり、しかも呼ばれるかどうかも分かんないね、誰かの不幸が起きないと呼ばれることもないっていうところでね、行くっていうところのねその準備っていうのはないかもしれない中でね、しっかりこの WBC 球をね準備してね、それを使って練習して、シーズンに向けては全く意味ないかも分かんないけども、侍ジャパンのために準備してくれた姿勢っていうのはね、本当に多くのみんながね感謝してると思います。試合に投げなかったとしても、そういったね献身的なサポートっていうのはね、他の選手にももっと伝えるべきだしね、こういう風にねみんなに伝わってほしい気持ちっていうところでね、世界一にね貢献できたと思います。なかなかね投げきれない中、チャンスもなかったけどもね、そういった、姿勢でね準備してくれたことはね本当にありがとうです。さあ続いてね、牧選手、まあ本当にね、セカンド牧、そして山田っていうところがね両方状態良くてね、どっち使おうか悩むぐらいね仕上げれたっていうところはね非常に、素晴らしかったと思います。まあ代打とかね難しい局面の起用はあったけどもね、2本のホームランっていうところとね、やっぱチームのムードメーカー的にね、あのシャンパンファイトの時最後もねなんかダンス してましたけどね、あとデスターシャーもそうですけども、いろんなところをねムードメーカーになってねチームを支えた、そしてねここの時の一発っていうところはね、多くのねファンの皆さんも期待した中でのねホームランっていうところもね、非常に戦力としてね、そしてチームの雰囲気をね、あの司る人としてはね大事だったと思いますね。世界一おめでとう。で続いて牧原ね、この鈴木誠也選手のね、怪我で離脱っていうところでね、急遽侍ジャパンにね招集になって、まあ、本人ね最初緊張したりね途中から参加でねいろいろ難しいとこあったと思うけどもね、しっかり準備してね、どこ守るか分かんない、どこ守ったとしてもできるようにね準備してね、メキシコ戦もねひょっとしたらバンドね行くかもしれないっていうプレッシャーの中ね準備バンドして結果行かなかったけどね、そういう献身的にねサポートをしながら決勝戦でも守備でも出たけどね、いろんなところをね準備してケアしてサポートしてた姿勢っていうのは素晴らしかったし、打席数少なかったけどね、チェコ戦でもしっかり2打数1安打1打点ね上げて持ち前のねバッティングっていうところを見せたしね、あなたがいたからこそね戦略的にいろんな戦略を立てれて、選手も積極的に変えれてね、このユーティリティ性っていうところがねチームにとって大きな戦力のねあの広がりっていうことを
作れた存在だったと思います。さあ続いてね、中野選手ね、まあ源田選手のね骨折っていうねアクシデントがある中でね、韓国戦オーストラリア戦とね、ヒット、そして得点もね6得点だからね、このチェコ戦でもねしっかりフォアボールを選んで、最初っていうのはね 1,2,3 で吉田って結構点取ったけど、中ね中旬以降試合の韓国、チェコ、オーストラリアってね、終盤以降ね、この下位打線から上位のつながりね、中野がね、出てからね、韓国戦のね、途中からね、中野が出たと思うけど、この中野が出てからのね、上位に回して、ヌートバー、近藤が返していくっていうね、このまた違う下位打線からの流れをね、作れた中野の働きっていうところはね、非常にね、チームにね、新しいエネルギーをもたらしてね、源田がね、ちょっと骨折して離脱した時もね、そのチームをねマイナスにしないで逆にプラスにできたっていうところでね、足も含めてフォアボールの見極めっていうところもね非常に良かったし、まあチームではねセカンドを今年からコンバーするっていうところでね、やっぱ動きが違う中ショートをやらなきゃいけないっていうところでね非常に難しかったと思うけども、その中でねしっかり活躍して、しかもしっかりとした形のね結果も残してね、チームのマイナス面をプラスに補ったね、あなたの姿勢は本当に素晴らしかったと思います。続いて山川穂高選手ね、まあ、山川選手もねなかなか走行試合で上がらない中、オリックス戦でねホームランタイムリーっていうところが打ってね、最後間に合ってグッてね上げてきた中でね、チェコ戦ねしっかり打点を上げて、そしてメキシコ戦もねあの犠牲フライ代打マジでかかったから、あれなかったらねまたもうギリギリの戦いの中ひょっとしたら負けてたかもわかんないけども、地味だけどねあの代打ね、でまあ岡本がねスタメン出たから代打っていうね難しいポジションだったけどね、持ち前のねあのフルスイングっていうところでね、ひょっとしたらっていうところね期待感もベンチとしてはあったと思うからね、勇気を持って送り出したと思う。しかもこのメキシコ戦でのね一発で仕留めてね犠牲フライ、本人としては納得できないかもわかんないけども、チームとしたらねあの大きな犠牲フライっていうのはね非常に世界一に向けて大事な一本だったと思います。本当にねお疲れ様でした。そして、続いてね周東選手ね、周東選手はね全体的にねチェコ戦の1打席しかなかったんでね、まあ、打つっていうねところではね難しいところだったと思う。しかも調整も含めてね非常に難しい立ち位置ね、守備も含めてだったと思うけど、メキシコ戦のねさよなら、まあ、本人にねあの話聞いたらちょっと思った以上にスタート切るの早すぎてっていうねところもあったけど、その判断力の良さね、あの大谷を追い抜くかもしれないぐらいのもう同点逆転みたいなねあの走力っていうところはね、このまあ結構ね1ラウンドとかね大差だったからね、シュートのこの大事な武器っていうところがねなかなか使うとこなかったけども、本当に大事なところのねメキシコ戦でね本当のジョーカーの切り札を使って、それをものの見事にね全員の願いと思いと期待を形にしてホームインっていうところはね非常に大事なピースだったと思います。あなたのねその献身的なプレー、そしてあなたの走力が世界一に向けて必要でした。続いては鈴木誠也選手ね、代表に選ばれて脇腹の故障かな、キャンプ合宿にもね参加することなく、まあ、辞退っていう形になったけどもね、まあ、本人としては悔しい思いがあったと思うけどもね、ベンチでね鈴木誠也選手のねユニフォームをかけるな掲げてる中ね、ダルビッシュ投手が脇腹のところにバッテン貼ったりとか、日本一闘魂なんだったかなみたいなね鉢巻き巻いたりとか、あの変顔がね貼ってあったりとかね、ああいうねこの雰囲気をね、作れるっていうね、その鈴木誠也選手の人柄だったりね、キャラクターっていうところはねチームではねこのあったかい雰囲気がねベンチにあるっていうのはね非常に力になったんじゃないでしょうかね。しかもあの村上選手がねメダル授与の時にね鈴木誠也選手のユニフォームを持ってたっていうところは、まあここから奥底だけどね、そういうね裏でのね声掛けだったり、多分 SNS のやり取りだったりとかで多分多くのね日本の選手をね陰ながらねそういう言葉で支えたと思うんだよね。まあ、村上選手もね鈴木誠也選手からもうそろそろ打てよみたいなね感じでの連絡がねあったっていうところも言ってたしね、そういったところではね目に見えないところでねそういう選手たちをねサポートしたっていうところはね必ず力にね、なったと思うんでね、世界一にはね欠かせなかったと思うしね、まさにねメンバーだったと思います。次回大会にはぜひね絶対ユニフォーム着てね選手としてプレーするところをね楽しみにしてます。
今回ね、多くの選手をね、陰だからね、多分支えてくれたと思いますけどもね、あなたの支えが侍ジャパンをね、世界一にしたと思います。さあ、続いてはですね、栗林投手ね、まあ腰のね、まあ故障というところでね、まあ志半ばでね、チームを離れることになったと思いますけどね、まあ鈴木誠也選手同様ね、ユニオンを掲げられてね、まあ東京オリンピックね、守護神として活躍して、今大会もね、守護神としての位置づけだったんじゃないのかなと推測する中でね、みんなのね、思いを託したね、人柄っていうのはね、非常にね、東京ドームを離れた時の、写真撮影の風景だったりね、ところで現れたと思います。みんなが、あなたの思いを受け取ってね、世界一になったと思いますね。次回大会はね、必ず守護神としてマウンドに立っている姿、お待ちしてますので、ぜひね、頑張ってやっていきましょう。あなたのね、思いを汲み取った侍ジャパンのメンバーは世界一になれたと思います。さあ、続いてね、ダルビッシュ投手ね、韓国、イタリア、アメリカ戦3試合に登板してね、まあ全試合でね、失点してしまったけども、まあ本人もね、言ってたけども、やっぱり調整がね、非常に難しかったっていうところはね、36歳でね、ここまで来て、その中ではね、いろんなスケジュールを変えながらやっていかなきゃいけないところでね、非常に難しかった中で、侍ジャパンね、今回大谷が MVP だったけども、まあ MVP、さぞだきね、監督では栗さんが MVP だけど、選手の MVP はね、なぜ最後にダルビッシュ持ってきたかっていうと、ダルビッシュにあげたい。この、まあもちろんね、ピッチングとしては本人としては納得できなかったところはあると思うし、難しかったと思う。でも、今回のこの侍ジャパンの雰囲気を作ったのは、もう間違いなくダルビッシュ。宮崎キャンプ一番最初から来て、いろんな選手とね、コミュニケーションを取って、もちろん技術のね、相談、技術の話もしながらね、宇田川会とかいろんなサポートを目に見えないところでね、チームを作り上げてきて、あのチームの雰囲気を作り上げたのは、間違いなくダルビッシュ。ダルビッシュがもしいなかったら、あの雰囲気がどこまでできたか、あの和気あいあいとしたね、チームを一つにして、誰もね、こぼれさせない、一人にさせない、ね、全員を気を配りながら、このチームの輪を作り上げたのは、間違いなくね、ダルビッシュ。宮崎キャンプからスタートして、いろんな面でね、まあなかなかプレーとしてはね、本人納得できなくて難しかったと思うけども、このチームの雰囲気を作り上げて、世界一に導けたのは、ダルビッシュの存在なくしてね、ありえなかったと思う。そういった意味ではね、ダルビッシュが中心になってね、チームをまとめてくれて本当にありがとう。あなたの存在がなければ必ず世界一になれなかったと思う、ね、しかもその後ね、直止めインタビューしたらしいんだけど、あのダルビッシュにね、もうこれで最後だと思ってたとね、打って最後にしようと思ってたと、大谷にダルさんと3年後もまたね、2連覇目指して頑張りましょうってね言われて、よし、もう一回じゃあ頑張ろうと、39歳までね、もう一回頑張って、じゃあもう一回来ようとね、あの気持ちがねまた変わったって言ってたんでね、39歳で3年後のね、また大谷ダルビッシュっていうところもね、この出場意欲がね、まだ優勝してもねあるっていうところではね、次に2連覇に向けてもね、さらにいい人材の中で、ね、ダルビッシュ大谷がいるっていうところのね、安心感と、ダルビッシュがまだまだ頑張ってね、侍ジャパンでね、力を与えてくれるっていうところのね、期待もすごい温かい話だったなと思ってね、それを引き立てたね、福留孝介のね、このインタビュアーとしての能力もね、素晴らしかったと思いますし、ダルビッシュがね、次の大会も出る意欲を出してくれたっていうところでね、非常に頼もしかったと思います。ということで、全員本当にね、素晴らしかった。ね、みんなのおかげでね、世界一、日本にね、本当に野球の力を与えられたと思うし、でもこの大会のね、総括としては、やっぱりこの WBC っていうのを、やっぱり野球は世界的にまだね、認知されてない地域も多いと、野球っていうのを世界に広めていくことが大事。ね、サッカーのワールドカップだって、一番最初からね、今の盛り上がりがあったわけじゃないと思う。それがね、歴史を経て、今の大きな大会もなってきた。まだ WBC はね、5回目っていうところでね、もっともっとこれでね、裾野を広げていって、世界にね、広げていかなきゃいけない中で、ね、今大会もそうだけど、チェコ共和国のね、あの素晴らしい野球、素晴らしい姿勢、ね、それは日本のファンの皆さんもね、見てくれたと思うし、チェコでもね、現地で生中継されたっていうね、そしてイタリア代表のね、あの頑張り、ね、このヨーロッパ2カ国のね、頑張りっていうところはね、この広げていくためには非常に大きなね、素晴らしいプレーだったと思います。そしてキューバがね、2006年以来の準決勝に進出できたっていうのもね、非常にまだキューバ野球ね、ちょっと亡命が多くてね、ちょっと沈んでるところでね、サッカー人気も上がってきたっていう中でね、またこの野球人気をね、上げていくっていうことではね、このベスト4入りっていうのはキューバにとっても大きかったと思います。そしてなんといってもね、このアメリカのね、トラウトを含めてリクルートしてくれてね、最強のメンバーをね、集めたことによって、ここまで盛り上がれたと思う。
そういった意味ではね、いい敵がねいないと、好敵手がいないとね、また盛り上がらないところでね、まあ、今回ね紙一重の戦いでね日本が優勝ね世界一になったけどもね、ちょっとどっかのボタンの掛け違いがあったらね、アメリカが世界一になってもねおかしくなかったと思う。メキシコが世界一になってもおかしくなかったと思う。プエルトリコが、ベネズエラがね世界一になってもおかしくなかったと思う。ちょっとのボタンの掛け違い、ちょっとの一本ね、ちょっとのミスっていうね、その一つのプレーがね勝敗に大きく影響してね優勝準優勝っていうところが決まったと思うけども、本当にメキシコのねこの強さっていうのを脱帽がね下がるぐらいだし、面白い野球っていうのもね見せれたと思う。世界のねこう参加した国々の選手たちがね非常にいいものを見せれたからこそ、この2023年の WBC がね非常に盛り上がって、アメリカでもね全米で WBC 関連がトレンド上位独占するっていうね、アメリカでも盛り上がった、もちろん日本でも盛り上がった、これをどんどん世界に普及させていくためには非常に今回ね多くの各国の皆さんのねご協力と、各国の皆さんの真剣勝負がねもたらした賜物だったと思います。その中でね日本が世界一になれたね、解説でも言ったけど、これがね世界に知らしめた This is 野球やっていうね、ここでねあの多くのところで結果を残した侍ジャパンの選手は素晴らしいしね、あの契約上ね日本の選手は FA とかの絡みがあるからね、メジャーに行けないからね、メジャーリーガーが少ないだけで、もしその枠組みがもしなかったとしたらね、今すぐにでも現侍ジャパンのメンバーの半分はね、少なくても半分は今すぐメジャーリーガーに、ね、なってもおかしくない、存在の選手たちばっかりだったと思います。ということでね、2009年以来14年ぶりの世界一、3回目の世界一を手にした侍ジャパン、ね、皆さんのプレー素晴らしかったと思います。ということでね、応援してくださった皆さんね、お疲れ様でした。世界一良かったですね。また次のね、2026年大会に向けてもね楽しみが増えますね。まあこれからね各チームプロ野球ね12球団帰ります。メジャーのチームにも帰りますね。プロ野球開幕します。メジャーも開幕しますね。これを機にね皆さんどんどんね野球を見てね、わからないことでもちょっとずつ見てればね楽しいと思いますし、今回ね好きになった選手を追っかけていくのも楽しいと思うんでね、皆さんまた野球で盛り上がっていきましょう。ということで2023年 WBC 世界一日本おめでとう。